リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。イエーイ。今日はねお部屋をかなり片付けたのでちょっと紹介したいなと思って動画を回しております。はい、ここね今ね茶の間なんですけど、茶の間はねこんな感じでね洗濯物が映っちゃうよ。よいしょ。こういう感じでねうちの子たちのお家ね、みーちゃんのお家とこっちがちーのお家ですね。はいはい。チーね、めっちゃ飛びすぎて頭はげてんの今。頭ぶつんだよね。多分ね、この餌台の下にいて、ジャンプして、頭をぶってるような気がします。ただね、餌台下に置くと餌ぐっちゃぐちゃになっちゃうから、やっぱりちょっとね、空中にね、空中というかね、壁にかけときたいんだけどね、っていうところですね。で、ミーはね、うんちまみれだけど、多分この中に。いるね。はい、ってところですね。で、茶の間から行くと私の部屋がこちらにあるんですけど、今こんな感じの部屋。はい、これ部屋の扉にジャックのパズルとね、これ映画の時のクリアファイルを、これ非売品ですね、当たったやつ置いてます。はい、では部屋入っていきましょう。入ると早速ナイトメアビフォークリスマスのブランケットをここね畳なんですけど、畳の上に敷いているやつ、そして空気清浄機そしてジャックの着ぐるみと、これはねはいホリデーナイトメアの、ホンテッドマンションのねパーカーです。でジャックのぬいぐるみとか、ジャックの T シャツとかがあります。そして入ってすぐにちょっとワンピースのタペストリー、結構古いやつですね。これグランドバトルなんですごい古いやつですね。うん、かなり古いやつですね。で、はい、こんな感じ。じゃあ中に入っていきましょう。入るとね、なんとなくこんな感じ、はい、入るとこんな感じですね。まずここが外務ゾーンです。好きなライダーたちが動かさっております。はい、ヨモツヘグリ、指定コンビがすごい好きなんですよね。でね、やば、グリドン倒れたし、グリドンのパーツ取れたし、グリドンのね、この足のパーツがね、すごい取れるんですね。取れちゃった。つかない。ついた。ついた。ついた。並べた。オッケー。なんか倒れてる。これはね置いたままでいい。これは置いたままでいい。これは置いたままでいい。これはね置いた。うん、置いたままでいい。はい。ね、指定コンビがね好きなんですよ。で下こんな感じ。バッカモンロックシードとこれデラックスですね一応ね。変身みたいなね感じですね。よいしょ。はい、ここが一応外務ゾーン。あ、上がねナイトメアフェアクリスマスね。これ後で紹介していこう。で外務ゾーンを抜けるとオーズゾーンですね。コンプリートセレクションモディフィケーションのオーズと、OCC ですね。オーズのコンポチェンジシリーズもねちょっとね関節とかがねキチになってちょっと壊れてるのもあるんだけどね、関節折れちゃってるっていうか、ちょっとねひび入っちゃってるのもあるんだけど、はい、放映当時に1個ずつ買いました。はい、バースもねバースデイ状態なんですね。はい、そして、ワールドコレクタブルフィギュアの飾りとかね、ウバとか、アンクロスと、ガメル、そしてメズール。そしてこれはあれだね、一番くじのやつだね。そしてマスコレ。はい、で真ん中にオーズですね。はい、で下はこんな感じ。そう、コンプリートセレクションも、ね、出てこなかった。コンセレのねオーズで、ちゃんとこれはね割れたタカコアメタル、割れたというかひび割れ状態のタカコアメタルですね。ここが割れたコアとかタジャドルとか、あと色紙のやつとかね、色紙アートとかで、アンクでしょ。であとここはねデラックスの
大メダルを、タジャドール、ガタキリバ、ラトラータ、サゴーゾ、シャウタ、プトティラという形で劇中に登場したコンボですね。映画版のやつ一旦抜いてます。劇中コンボだけをそこに置いてます。あと下は、コンセレのメダルと、あとデラックスの時のガチャガチャとかのやつだね。これは全部ダブルじゃない、ディケイドになってるしね。全部ディケイドにしてます。これでレアメダルの、劇場帯でしょ。これがコンプリートだったかな。でこれが普通のディケイドだった気がする。まあ全部ディケイドになってます。あとポセイドンとかって感じですね。であとここ今開いたんだけど、ここがね、女の子系が多いですね。ワンピース、ブラックマジシャンガール、カンコレが少々って感じですよね。まああそこにリン・シャオユーとかね、ちょこっとだけ小早川凛子とかね、ちょっとハマってたキャラクター。あとはあそこに東京ドールズのナナミとかね置いてたりしますけど、ここはちょっと女の子系が多めのエリアでございます。そして上に行くと、私が大好きな仮面ライダー龍騎ですね。はい、ここはもう龍騎というよりは王者でございます。王者のね、あれはスマホケースですね。はい、スマホケース、はい、スマホケースちょっと使っちゃったんですけどね、使わずに開かずに置いとけばよかったなってちょっと後悔をしてます。はい、そしてこれはミラーワールドのミラーワールドだとか昔のやつかな、モンスター&ライダーのやつかなのやつで、ちょっとねもう壊れちゃってて、ちょっとね首のところ無理やり補修してるっていう、ここ折れちゃっててね、子供の時遊んで無理やりこういう棒で補修して、棒で刺すっていう、あー落ちたっていう感じにしてるんですけど、はい、ここはねもうほんと王者のデッキとかっていう形ですね。はい、あとフィグマの王者と SH フィギュアーズの王者と、そしてコンセレの、V バックも王者の状態にして、あとこれねうちのね仲いい飯田倉和さんというね方がね私にくれました。専門学校の時ですね、たまに一緒に飲んだりしてますね。はい、で龍騎のバックルとって感じですね。そして上が龍騎のコンフェルの箱と、その前に、ナイトメアフォークリスマスのジャック、上もジャックがずら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 といる状態でございます。そしてこの上がネクロムですね。はい、ゴーストゾーン、一応ネクロムが一番好きでネクロムにしてます。でそこがチェイサー、はい、この間出ましたね、仮面ライダーチェイサー、カメラのチェイサーではないですね、マシンチェイサーとして出てましたね。はい、マシンチェイサーセットがあそこにあります。あれはねベルトの留め具パーツをまとめてるエリアでしょ。でネクロムの、まあ、変身とガンガンキャッチャーかだね、と上があれだね、66アクション、66ライダーズだっけ、66ライダーズだかの、アクションヒーローだったかなの、まあ、ドライブ系ですね、3号が好きです。はい、そしてここがビルドゾーンですね。ソードビルドと、スチーム、ガン、スチームガンじゃない、ネビラスチームガンかと、ここがスクラッシュドライバーゾーンですね。そして、ブラックホール、ブラックホールということでエボルドライバーですね。はい、ビルドのドライバーに関しては弟チンが全部持ってます。パンドラボックスというか、パンドラパネルに挟まる60本のフルボトルも弟チンは全部持ってますね。私は一部だけって感じで、好きなところだけ集めた感じになりますね。でその下がエグゼイドゾーン、はい、キリアさんが好きでね、キリアさんが結構キリアさん関連のものが前に、奥はなんかブレイブとかなんかいますね。はい、でここがプレ版限定で出たコレクションのみんなのセリフが入ってるガシャットプラス、ここが爆走バイクのプロトですね。爆走バイク、爆走バイク、と
王者がね復活した時のあのあれですね、ナイトメア、うん、違う、ナイトオブサファリか。ナイトオブサファリ、はい。それでこっち側にちょっと大きめのライトウォッチじゃないガシャットですねが置いてある状態になります。無敵とかビリオンとか、パーフェクトパズルとノックアウトファイターということで、これもねあのセリフ入りのやつの方ですね。はい。そしてこっちのエグゼイドゾーンに行くとトロフィーですね。はい。トロフィー関連が上にこうずらーっと並んで、でその下が一通りのエグゼイドライダーズがずらっと一応並んでます。あそこに見にくいですけどクロノスがいますよね。でゲムデオスクロノスもいて、上に復活したゲンムさんがいて、はい、そしてブレイブですね。で無敵、そしてなんでこれちょっとこうだね、あの時のポーズです。あの2人が共闘した時のポーズを取らせるような形で置いてますね。はい、パラドックスがいて、あの奥にゾンビゲーマー、そしてニコちゃん、そしてポッピーにスナイプ、そしてこの前はね、あのこのね V シネの状態にして、その横にはい、ドクターマイティ WX ですねがある状態になってます。はい。そして次が、はい、こんな感じ。ディケイドゾーンですね。ディケイドライドウォッチのやつを箱を上に置いた状態で、その下にコンセレのディケイド。そして、マスコレ。で、あそこはね、あの、カード一旦、あの、しまうバインダーがないので、あの、あれです。ネオディケイドライバーについてきた時のカードがある感じですね。なので、そこの間ね、使いましたね。これ。はい。ジオン。ライダーターン。仮面ライダージオンって言って変身しましたね。司くんが。かっこよかったな、カラスカサ。いいねーって感じ。すごい好きだった。はい。そして、その下がネオディケイドライバーと、ワーコレの、これは劇状態ですね。と、これは普通のディケイド。これもあの、なんだっけ、名前忘れちゃった。今発売してないんだよね、このちっちゃいフィギュアね。で、あとディケイドでしょ。ディケイドのスイッチでしょ。ディケイドでしょ。で、後ろにディケイドの、あの、ウィザードリングでしょ。で、あの、ディケイドのガイアメモリーがね、そこに2本とね、ある状態になってます。はい、ここがディケイドゾーン。そして、この辺がね、少しだけライドウォッチを置いてます。あの、ここに本当はね、トリニティが置きたいんですよ。ここにトリニティ。でもトリニティね、まだあの見つけてなくて、買いたいんだけど全然売ってないという状態ですね。で、ここが、アナザーライドウォッチと、反転したやつ。これまだ動画で紹介とかも全然してないけどね。俺だ。相互のこのセリフいいね。そして、はい。リバイブですね。リバイですね。はい。あの、ウォズ系のライドウォッチはないです。ウォズ系だけはね、集めてないので、あの、残念ながらウォズ系だけはないんですけど、あの、時空ドライバー連動式のもの、まあ、以上、ウォズのものも時空ドライバーと連動するんですけど、ウォズのものを買うとね、あの、ボズのね、あのドライバー自体欲しくなっちゃうのね。ビヨンドライバーが欲しくなっちゃう。いつか買う気がしますけどね。で、後ろが少しだけダブルのものと、まあ、フォーゼの、 あのキャンサーですね。キャンサー好きなんですよね。あそこに地獄兄弟とショッカーですよね。あとフート君とかね。はい、シリヒコさん、シリヒコさんじゃないですね。キリヒコさんですね。はい、自慢の婿の誕生ですって書いてますね。誕生です、お父さんっていうね。はい。あと、ガイアメモリが少しだけ。ですね。で、その前がですね、ちょっとだけ SH フィギュアーツを置くゾーンになってて、一応ここから続いて SH フィギュアーツって感じになってます。なので、ちょっと好きなライダーの SH フィギュアーツだけ置いてます。全部買っちゃうとね、あの多分止めどなく、あの、フィギュアがすごいことになっちゃうんで、あの、ほんと、欲しいライダーだけ今 SH フィギュアーツは買うようにしてます。
一回いろいろあって処分したりしちゃったので、買いすぎてね、置く場所なくて泣く泣く処分したっていうのもあるので、そうならないようにもう今好きなライダーだけです。あとちょっと懐かしいところでいくと、大怪獣ラッシュですね。はい、大怪獣ラッシュの名前出てこなくなっちゃった、ガルムか、ガルムで合ってるよね。ガルムとガッツ星人のガルムと、バルタン星人バレル、そしてあと後ろバルタンですね。なんでかルパンイエローが一人だけいます。あとウルトラボーン、今はもう出てないですね。ウルトラボーンの、大怪獣ラッシュコラボの時とそのちょっと前に出てたものを集めたやつ、ベリアルがいますね、あそこにね。はい、とかです。あとなんでかスマブラのねやつと、あとバルタン星人のクリスタルですね。そしてバルタン星人の SH フィギュアーズですね。これ SH フィギュアーズだっけ、モンスターズだっけ、なんか忘れちゃった。バルタン星人のカードフィギュア、そしてここがジオーですね。ジオー関連ですね。で、限定系のライドウォッチがずらっとはめてあります。1段しかないです、型の1段しかないんで、タジャドルとライナー、あとは、クローズ、あの奥がゲームかな。そしてファングジョーカーに、ハザードですね。そして劇場隊、そして、時空ドライバーに、グランドジオライドウォッチをねセットした状態。そしてここにクーガのね時のライドウォッチついたやつのブック、そしてこの中がもうね触ると全部音鳴っちゃう。全然見えないね。これね、ライドウォッチがたくさん入っているケースです。まだ全部集まってないんだけどね。はい。そしてこっち側は私の、私服関係ですね。シャツルックが多いので、シャツがちゃんとかけてあります。シワになっちゃうので、ちょっとシワシワのやつもあるけどね。とか、服がかかってて、ぬいぐるみが置いてあったり、そしてここ、お布団。そして、ジャケット類ですね。で、扇風機があって、カバンとか置いてあって、そしてこっちが、仮面ライダーではないもの系のコレクション、ジョジョがここですね。キラークイーンが大体多いですね。大体キラークイーンです。で、ちょっと置けなかったので、ここに超進化魂のテントモンが置いてあるっていう状態ですね。キラークイーンばっかり。キラークイーンのフィギュアはね、2個あります。大きいやつと、もう出したやつとね、2つあります。あとは、普通に綺麗押し掛けが。綺麗押し掛けがここにいます。はい。はい、ここにも綺麗な仕掛けがありますね。はい、で下はジョジョですね。ジョジョというか主人公側のものが多いですね。ディオやジョータロウですね。はい、ここが、4部系ですね。はい、もう4部じゃないのも一部いますけれども、あとプレス3のね、ASB ですね、オールスターバトルですね、とかがあったりです。でこちらがデジモンゾーン、ベルゼブモンとかが多いですね。というかベルゼブモンしかほぼほぼいないっすね。あと3000体限定のクリアのタイプの超進化魂のウォーグレーモン、あとアグモンですね。とあとはコンプリートセレクションアニメーションですねのデジバイスが3種類ですね。あとデジバイスのゲームの方ですね、遊べるゲームの方も1体、そしてメトロイドゾーンがこんな感じ、サムスの SH フィギュアーズじゃない、これフィグマだね、フィグマと、あと 3DS の箱、これはね秋葉行った時に買ったレトロレボリューションだかっていうやつのメトロイドのやつですね。あとはファミコンミニのメトロイドと、ディスクシステムのメトロイドと、メトロイド2、ゲームボーイですね。そして、これはあれですね、クラブ任天堂でもらった、カレンダーの、メトロイドの時期のやつだけ取っといてるという状況ですね。はい、そして、こちらが、メトロイドのフィギュア。で、あそこが、ゼロスーツサムスのちょっとお高めの、これ、あれだね、あまりやると映り込みますね。お高めのやつの、ゼロスーツサムスのフィギュア、ゼロスーツのフィグマ、そして、はい、アミーボですね。
で、これもゼロスーツのフィギュア。で、スーパーメトロイドの攻略ガイドとかですね。で、下は本当に私の趣味的な本スペースになってます。暑いんで、最近扇風機を回しながら寝てます。ワンピース、デスノート、マホラバ、少女書物録、メトロイド、遊戯王、あとフート探偵、最近ちょっとハマってるリアカノですね。あとは夕べはお楽しみでしたねとかですね。勧められて買った彼女をお貸ししますとかね。あとはなんかモデリング関係の本とかもちょこちょこあったり、あと攻略本関係だね、アドビマヤとかあるね。ビジュアルなんちゃらかんちゃら系もありますね。あと朝木さんの回のインターネットミュージックの結果用ですね。はい、見てください。ここに朝木って書いてますね。朝木さん回のやつですね。買ったやつとかのなんか取っといてるやつがあります。そして電子ドラムがあって、机と座布団、こんな感じで机と座布団があって、パソコンの横にこんな感じで、ちょっと結構触って動かしてるフィギュア系、あとリントフィギュアとね絡ませることの多いフィギュアが置いてあります。プリンツオイゲンとブラマジガール、そしてユウギくんとジャックですね。絡ませたいのは、一番好きなのはアタゴさんが好きなんですけど、アタゴさんのフィギュアって結構動かしにくくてですね、アタゴさんはあんまり動かすフィギュアとしてここに置いてないですね。はい、プリンツが結構可愛くて、多分アタゴの月に好きなのがプリンツかなっていう風に思ってます。カンコレ結構好きですね。友達とやったりしてます。あとは朝木さんのキャラクターのニンジンちゃん、はい、でここが朝木さんゾーンにリントのアクリルフィギュアがちょっと置いてあったりとかですね。はい、で下はこんな感じ、フィギュア系のものとか遊戯王のものとかがチラチラとあって、まあパソコンと、ここがゲーム機置き場ですね。はい、ありとあらゆるゲーム機が置いてます。この下もチラッと開くと、プレステ3、 Wii U、 そしてプレツですね。そしてゲームパッドに、スイッチ、そしてですね、まあルーム用の靴というかルームソックスですねとかね、あとまあたまに生配信ドラム配信する時用のマスクとかですね。あと VR のね、富士通さんのコントローラーとか、はい、こんな感じで、はい、鏡とかね、櫛とか置いてありますね。はい、そして上はこんな感じ。あと蝶の標本ね、一時期ハマってたやつ。あとはちょっとインテリアですね。あとはキャリーちゃんが好きでもらったポスターがここに置いてあったりとか、プラマジガールですね。であとこの辺がちょっとこう飾ってるものがあってって感じですね。そしてはいはい、 PC ゾーンはこんな感じ。はい、 PC ゾーンですね。はい、 PC ゾーンは今こんな感じになってて、いただいたマイク、これがいただいたマイクでしょ、ちょっと電気つけるか。いただいたマイクに、いただいたオーディオインターフェース、そしてまあオーズとね、ジョジョの、コースターに、キーボード、マウス、そしてスピーカー、そしてディスプレイが1個、2個、3個って感じですね。で、まあ紅茶セットがそこに置いてあって、下にはちょっと綿棒とか爪楊枝とかそういう関係、あと下にはお香ですね、たまにお香を炊くのでそのお香のものが置いてあったりがします。あとはこの辺に細々としたちょっとしたものが置いてあるという状態の今配信環境になっております。はい、部屋もねかなりすっきりと片付いて、全体でお見せするとこんな感じ、こんな感じ。意外と広いっすよね。意外と広くなりました。
こんな感じでね、こんな感じの環境下で、撮影だったりとか、いろいろとさせていただいている状態になります。ちょっとね、近いうちこのマイクのテストをしたいので、配信とかをしていこうかなとも思っております。もっとね、いろんなこういうフィギュア系もご紹介できる時が来たら、いろいろとご紹介していこうかなとは思います。はい、ということで、はい、今日、そうごめんね、リントちゃんフィギュアはね、いますね、私のフィギュアですね。はい、お手製のフィギュアでございます。はい、リントですね。そしてあちらにはネルゲルがいますね。はい、ということでね、近いうちまた配信等もやっていきますし、いろいろとご紹介できるところがあればまたご紹介等もしていきたいと思っておりますので、ぜひともその時はよろしくお願いいたします。ということで、ね、長々とお部屋紹介の、動画にはなりましたけど、この辺で、締めていきたいと思います。ということで、以上リントのお部屋のご紹介でございました。ということで、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。